よいしょハイパー遅れてすいませんでした。大丈夫です。私も早速なんですけど、はい、改めましてカムキトールと言います。阿部さとりです。阿部さとりさん、はい、早速なんですけどさとりさんにキャンドルを選んでいただきたく、はい、ちょっと手前広げていただくと、あ、ちょっとなんかオーラサウナみたいですね。どうしようかな、あるかな。はい、ありがとうございます。これはよいしょ、はい、じゃあ、僕こうやって出ますから、はい、映るときは、はい、何を、はい、さとりさんって何、踊りか。そうですね、踊りをやっておりまして、パフォーマンス、パフォーマーって感じですね。ファイヤーパフォーマンスとか、え、ファイヤーパフォーマンスとか、はい、イルミネーションパフォーマンス、今光るものを持ってパフォーマンスするようなことをしたり、あとまあ即興舞でいろんなミュージシャンの方とセッションしたりとか、あとはまあいろんな神社に奉納させてもらったりとか、そういう踊りの活動をしていまして、それの傍ら吉祥寺スタジオの経営をしておりまして、はい、何のスタジオなんですか。ダンススタジオ、ダンススタジオ、はい、をやっている、運営というか、はい、経営しております。すげえ。で、明日のお仕事、はい、今和の清志郎、あ、はい、清志郎さんの衣装とか、うん、あと爆竹とかオーラとかゴガンボスとかの衣装を作られていたデザイナーのルールさんと、はい、衣装の、まあ、映像ですね、その、まあ、ファッションショーの映像を撮る、お仕事というかイベントがあります。じゃあ、来て、それをさとりさんが来て、はい、ダンサー8人ぐらい、はい、来て、はい、うん、映像と照明の方が来て、すげえ。てか、そこに来てくださってもいいですしって言ってくださったのが本当ありがとうございます。行っていいのかなと思いました。最初絵的にはすごい、あ、めっちゃいいですね、うん。まあ、2021年、はい、年明けて、はい、冬もうそろそろ、まあ、東京はもう超えてるか、東京はもう春って感じですか。どうですか、体感覚的に。先週の週末はもう春来たなって感じで、22度3度あったんですけどね。今日はちょっとマジで寒いかな。マジであったかいな、うん、ここ春近づいてるなっていう感じ。近いですね。春のご予定ありますか。春のご予定、なんかこんなことして、なんか結構2020年は、はい、多分全体的にこう暗い感じで、去年そう、うん、来てたのかなと思うと、はい、まあ、特に東京なんかは、うん、って思うと、なんかこう冬を超えて、うんうん、春みんな外出れるの嬉しいんじゃないかな。そうですね、今年は多分イベントとかみんなやると思うし、うんうんうん、なんかさとりさんの活動というか、私、そうですね、来週は沖縄に行きます。おっと、沖縄、はい、いいな。何の、あ、撮影で。撮影で、はい。てか、その沖縄のやつをもう少し詳しく聞きたいんですけど、はい、なんかどんな、なんていうのかな、ま、なんかシリーズものなのか、今回初めてチャレンジするとか。初めてチャレンジですね。おめでとうございます。どんなことを、まあ、ファイヤー撮るのがやっぱ東京だとできないので、なかなか、沖縄で撮ったりしてて、まあ、しかも寒いので、こっちの方だと、うんうん、そうですね、うん、沖縄で撮影をして、撮影者は1人、はい、撮影者は2人とかで、はい、まあ、お友達なんですけど、両方、うん、まあ、ドローンで海岸で撮ってもらって、それは、はい、東京の方、それとも、まあ、向こうの友達です。あ、向こうの方で、うん、ファイヤーダンスですか、いわゆる。そうですね、はい。いや、それとかもマジで撮りたいですよね。撮りたいんですけど、撮りたいんですけど、その来週の沖縄のやつ撮りたいんですけど、いや、来ますね、ドローン。いや、本当そう、来週なんだったかな。いや、なんかもしこの、僕全然その流れが分かんないんですけど、はい、アシストインレジデンス1、2と来て、はい、まあ、3みたいな形がもし今後あるとするんだったら、はい、なんかこう僕の今のポジション、
をもう少しうまく考えてやったらなんかやれることはもっとありそうだなみたいなふうに思いました。ちょっと私だってもうちょっと遅く来たらもう一緒に乗ってきたかったの。ありがとうございます。自宅まで嬉しい。それいいっすね、うん、だんだん増えてく増えてくみたいな。だってそうそう、これで僕、うん、毎回だからもうさよならって言った後次の土地までなんか8時間とか運転していくんですけど、うんうん、そこに誰か乗ってきてもいいしね。ね、踊る時の服ってどんな、はい、例えばファイアダンスの時はどんな感じの、はい、うわすごいすごっ、ちょっとその写真って、はい、出してもいいですか動画に。なんか送りますじゃあ、もし出していいのあったら、はい、ちょっとメッセンジャーにピョピョって送っていただけたら今ここの画面上に出しますんで、はい、すごいですね。2020年は改めてなんか振り返ってどんな年でしたか。うーん、なかったことになってるのかなって。自分の中で、みんなの中で、みんなの中で。うーん、まあ、夏休みみたいな。いやでもね、ギフトでしたね。その前まではすっごい忙しくて、はい、忙しかった。1年に家にいた日が1日か2日しかない感じだったんですよ。そうな、仕事も、そんな、うん、仕事とそのダンスのイベントだったり、はい、まあ、私自身がもういろいろどっか行っちゃうって気持ちが強かったから、うんうん、すぐどっかに行っちゃってたんで、はい、ほとんどそういう感じで、もう休む時間もないし、家を片付ける暇とかも全然なかったんですよね、はい、家にいなくて。だけど2010年じゃない、20年、はい、家にすごいいたいて、はい、なんかすごい時間もらった感じで、うんうん、時間ってやっぱ一番大切じゃないですか、あのお金よりも、うん、だからすごいギフトをもらってたなと思って、それから結構家のこともできるようにちょっとなって、うん、今まで植物とかもどんどん枯れちゃうような家だったんですけど、はい、植物も育つようになって、なんかすごい生活ができるようになってきて。生活ができる、はい、すごい逆説的だな。なんでそんなにこう活発に動かれてたんですか、はい、なんだろう、でしょうね、なんか多動症みたいな感じで、まあ、あ、多動症みたいな感じ、なんかもうどっかに行きたくてしょうがないみたいな感じで、なんか年に、そうですね、地方とかは 3,4 回は絶対行ってたし、うん、なんかこう今ここじゃないどっかに行きたくなっちゃうっていうんですかね、うんうん、海外も、ね、1回か2回は絶対行くし、うんうん、みたいな、みたいな、旅行から帰ってきたら次の旅行のこと考えるみたいな感じの人生だったんで、旅行は何だろう、その仕事の延長みたいな感覚が本当に旅行は旅行っていう風にしていく、旅ですね、旅で行き当たり、はい、バッタリ的な、そうですね、あーいいですね、バッチリ、すごいな、さとりさんめっちゃなんかあのジャングル力があるんですね。サバンナ力、うん、何も決めないで行くんですけど、うんうん、ま、昔はなんかそのダンスの道具とか持ってって、うんうん、ちょっとこうスキーアラバ踊ってた、これどっちが左側まっすぐだね、はい、そうですね、はい、スキーアラバ踊ってたんですけど、うんうん、スキーアラバ、うん、まあ、そうですね、ちょっとしたの持ってたりもするけど、まあ、今そうですね、旅に、うんうん、うん、とりあえずどっかに行って違う空気を吸って、うんうん、そこのものを食べて、うん、っていうのが楽しいなっていう感じで、いいっすね、私なんかあの父方とおじいちゃんが新潟出身なんですよ。お、それで新潟、糸魚川の奥の方で、うんうん、はい、長野行きのあたりらしいんですけどね。じゃあ新潟、あ、新潟、ね、新潟風入ってるってことですか、はい、新潟の血が入ってますよね。入ってますよね。はい、クォーターぐらい。半分新潟、半分山形です。あ、え、え、はい、まあ、東北、やった、嬉しい。それは近しい。近しいぞ。旅行は普段、はい、飛行機とか。飛行機が多いですけど、まあ、車でも行けるとこは行くし。うんうん、ご自身の車。はい、ハイエースで。え？え？ハイエースキャンピングなんですけど。え？いやー。20年重量税が20年以上前の前のに、それでフェスとか行ってキャンプするのが好きですね、うん、結構やられてるんですか。そうですね、いや、やられてますよね、そりゃ、はい、いや、もうキャンプしに行きます。い
いやその車でめっちゃもうさとりさんがこの車に乗って全国行ってくださいっていうレベルってことですよね、はい、すいません、なんか、はい、いや僕は今回こうやって回らせてもらったんですけど、さとりさんもそういうのはまあやれなくないよねっていう、やれなくないですけどね、でもやっぱ一人で運転するの疲れるから、あでもまあ、チームだったらキャラバンだったら、そうですね、何人かいれば全然いいし、でもやったこともあるし、あの、うんうん、ハイエースでツアーを、うん、ここまあ大井神社っていう、あの水が祀られてる神社ってことです。ここ大井、青井神社、青井神社、はい、青井神社の横を通ってます。よし、収めた、はい、そこ曲がっていただいて、はい、今回僕はこうやってやったことでこう反応してくれる人、はい、誰かいないかなって思ってたんですけど、反応とかじゃなくて普通に話を聞いてたらもうさとりさんじゃんと思ってこれこの絵面をずっとこうなんかやってるみたいな、あの回りながら、ああね、今はですね、ライブとかね、はい、しながらね、そうなんかね、この辺の駐車場とか止めて、そしたら右側が神社寺なんで、こことか飛び交うとかいいかもしれませんね。はい。え？ああ、そこの裏。すげえ。北郎茶屋。これ、あ、本当だ、北郎だ。本当に北郎茶屋なんだ。なるほど、次来るとき、いやまあ平日の夜で普通に月曜の夜に、めっちゃ嬉しいです、踊ってくれたの撮影ができた本当ですか、大丈夫かな、本当にあの簡単にみたいな、はい、なんか編集していい感じになれば、はい、いいかなっていう、ありがとう、ちょっと、はい、これで、私の誕生日会、はい、いい時になりますように、はい、僕はもう本当に満足です、あ本当にありがとうございました、さよなら、ありがとうございました、はっはっ、はい。